はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。17時をちょいと回りました。4月は27日のサタデーでございまして、まったりとした午後なんですけども、日が照っていなかったのが残念ですね。温度はまあまあですよ。この日は23度ですね。はい、行きましょうか。土曜日ですんでですね、メールも来ませんしですね、大丈夫です大丈夫、何が大丈夫かよくわからんけど行きましょう。これは昨日のですね、日経新聞イブニングニュースにですね、三菱商事ケンタッキーの日本 KFC を米カーライルに売却という、商事ケンタッキー売ったんという、そういう話ですね。6行を読みます。三菱商事がケンタッキーフライドチキンを運営する日本 KFC ホールディングスの株式を米投資ファンドのカーライルグループに売却する方向で最終調整に入ったことが26日分かった。約 35% の保有分全てを売却する。カーライルは他の株主が保有する株式も取得し、非公開化するとみられる。三菱商事が保有株の売却について入札しており、最終候補を絞り込んだ。5月中にも決定する。日本 KFC は東証スタンダードに読み上げられてください。まあ要は長年持っていたですね、ケンタッキーをですね、売るということですね。ケンタケンタと我々私たち言いますけど、で買うのはですね、アメリカの投資会社でですね、これを全部株をかき集めてですね、非公開化するということですけども、まずですね、売る方は何で売るのかというと、単純に言いや、もう美味しさがなくなったんでしょうね。儲かってね、十分に配当が来てるんであればですね、維持したと思うんですけども、今後日本は人口減もあってですね、ケンタッキーフライドチキンの売り上げがガンガン伸びていくということはあんまり見込みませんね。だからもうええやろということで売るんでしょうね。で、いくらか儲かったと思いますよ。なんせ三菱商事がケンタ買ったのって、僕がもう学生の頃にはですね、ケンタは三菱商事のもんでしたからね。いつ頃お買いになったのかよく分かりません。多分50年ぐらい前ちゃいますか。ケンタが日本で目立ち始めたのが僕らが中学生ぐらいの時やったような気がするんですよね。もうその頃にはすでにというか、三菱商事が引っ張ってきたのかもしれませんね。アメリカから、元アメリカですから、あれはで日本でこう増やしていったのかもしれませんね。でもそれをですね、まあでも 35% ってもっと持ってるんかと思いましたけどね。まあ、とりあえず売るってだいぶ儲かったんちゃいますか。累計でどうでしょうね、数千億単位で儲かったんちゃうんですか、この50年ぐらいで、ですね、全部入れたらね、でそれ最後に売っ飛ばしてまた儲かったというふうになるんちゃいますかね。で買う方はなんで買うねんっていう話ですけど、多分ですね、こういうところってね、買ってね、もちろんその自分がオーナーになるわけでしょ。で経営者を送り込むんですよ。で何をやるかというとですね、さらに儲かる会社に変えるんですよ。無駄を省いてですね、無駄を省いてですね、働いてないやつを追い出してですね、でまあ経費を締めてですね、で経営方針を自分らの考えで変えていってですね、プロを呼ぶんですよ。こういうのを立て直すというか、シャープにする。ほんでバッキバキのいい会社にするんですね。これで株式公開をするなり、あるいは別のファンドなり企業グループなりに売っ飛ばすと。でそこで多分まあ1000億単位のですね、儲けを出そうと企んでるんでしょうね。まあ、三桁億円、数百億のですね、利益かもしれませんけど、まあ、それくらいの利益を出そうとしているわけであって、どうなるとですね、日本ケンタにいる人たちはどうなるかというとですね、ジジイババたちはリストラの浮き目に遭うわけですね。多分もう三菱商事が諦めたということはですね、自分たちでやっても面倒くさいと思ったんでしょうね、きっとね。もうだれてるんちゃいますか、多分社内が、そんな気がしなくもないですよ。
大きなですねミスはなかったですね、健太、なかったけどもですね、そんなにこう素晴らしいこうキャンペーンをやったというイメージもないですもんね。まあまあ最近でも儲かってるんちゃうんですか、なんか、手堅く売れてるような気しますよ。実は私も年に 2,3 回食ってますよ。年に 2,3 回の割合で欲しくなりますもんね、健太ってね。ほんまに、たまには健太ええやんとか言って、妙にしょっぱいのだけが嫌ですけどね。もうちょっと塩分抑えてくれたらいいと思うんですけど、もう今やねワンピースしか食べられないんですよ。昔は3ピース食えたんですよ。今はワンピース、ちょっと前までね2ピース食えたんですよ。今もワンピースとポテト食うて、あとはサラダ食うて、もうそれでいっぱいまあ別にいいんですけど、ケンタッキーがビスミス商事系っていうことを知らない人も結構多いと思うんですよね。私も実は全然学生の時には知らなくってですね、就職活動をしてる時にいろんな資料を送ってくるんですよ。当時は紙の紙がこんな山二つになるぐらい送ってきたの。当時これ中にケンタがあって、へーとか思って、そしたらなんとですね、顔見知りの先輩が修復してたんですよ、そこに。それで、出てたんですよ、こう、働きがいをこう語る、後輩に語るみたいな感じでですね、うわ、この人、ケンタいかはったんやって。その写真がね、こう中でね、チキンあげてる様子が映ってるんですよ。うわー、あれ、チキンあげて、バイトがやるんちゃうのと思ったら、やっぱり最初、店長研修でやるんでしょうね。で 2,3 回それやってから、現場覚えてからどっかの店長に行くんでしょうね。で店長何年もやって、でから管理部門に行くんでしょうね。いやいや、そんな何年も店長やらなきゃほんまにもうと思って、全くこう検討しませんでしたけども、当時給食がなんていうか良くもなく悪くもなくという時で、その先輩の年はちょっと悪かったのかもしれませんね。だからあの人健太に行かはったんやかと思って、ほんまにね、というなんか思い出があります。それがとうとうですね、三菱商事から離れるわけですね。その先輩はですね、私が1回と4回でしたから、3年上ですから、もうとうにですね、今年65の定年にもなるぐらいで、多分今回のこの資本移動というか親会社の変更には多分かぶらないと思うんですけどね。もう一回はですね、もし仮にいらっしゃったとしたらね、もう定年退職もしてるでしょうからね、一回退職金ももろてるでしょうからね、まあ別にいいんですけどですね、それ以外に私の知り合いはいませんから、健太には。といってもその先輩だって薄い関係ですけどね、1回と4回ですからね、一瞬ふっと交わっただけで、多分向こうは僕のこと覚えていないと思います。名前も忘れました。顔だけはかすかに覚えてますけど。はい、ということで、この日経新聞の三菱商事ケンタッキーの日本 KFC を米カエラルに売却という記事のアドレスを一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。